ナルト疾風で暁襲来。第一章、ナルトの帰郷。まあ、エロ仙人。なあ？俺ってば、さくらちゃん好みのいい男に成長したよな。アホが、わしとの修行をなんだと思っておる。きっとさくらちゃん驚くぞ。俺って一回りも二回りも成長したもんな。まあナルト、すっかり見違えたわ。私のキラキラ乙女心はドッキドキなの。確かにバカっぷりだけは急成長したようじゃの。はあ、ところで草むらに潜む愚か者ども、わしらの尻を追っかけて何が楽しい。用があるならとっとと姿を見せんかの。てめえら金を出しやがれ。まだ死にたくねえだろうが。たく盗賊っつうのはどいつもこいつもバカの一つ覚えだって。だったらてめえこのガキがぶっ殺されてえのかよ。ああ、そう言ってやるな、ナルト。連中ある意味貴重な人材じゃぜ。は？わけわかんねえってばよ。エロ仙人も始まったか、お年寄りのあれ。しっけえな、わしゃまだボケとらんわい。そうじゃなくてよく考えてみ。修行の成果を容赦なく思う存分試したいと思うじゃろ。連中ならほれ好き放題にな。そう考えれば得がたい人材じゃろうが。なるほど、こいつらぶっ倒しても問題ねえよな。わしが許す。思いっきりやるがよい。へへ、じゃあまあ遠慮なくボッコボコにしてやるってばよ。No!
はしゃぎよって。懐かしい。全然変わってねえってばよ。綱手のばあちゃんの顔岩が増えてやんの。なの？さくらちゃん。久しぶりだってばよ、さくらちゃん。渦巻きになると、ただいまご帰還だぜ。やだ、あんた、私より背高くなったんじゃない？お、そういえば。になったじゃない、ナルト。でも変わったのはあんただけじゃないわよ。どう？少しは女らしくなっちゃった？私。大丈夫、全然変わってないってばよ。こいつは相変わらず乙女心のわかんないやつ。久しぶりじゃのう、さくら。綱では元気か？お久しぶりです、ジライア様。師匠なら、ジライア様のお帰りを首を長くしてお待ちでしたよ。よせよせ、あいつがそんな玉ではあるまいに、の。それよりジライア様、ナルト、本当に強くなったんですか？こう図体だけは大きくなったけど、中身は全然成長してないみたいで。お、それを言われるとわしもつらい。だが強さだけなら太鼓判を押すぞ。そうなんだ。ねえナルト、ちょっと私に付き合いなさいよ。嘘、さくらちゃんからお誘い。付き合っちゃうぜ、俺ってば。じゃあ私についてきて。本当に強くなったか試してあげる。え？ほら、グズグズしない。ちゃっちゃと済ませるわよ。ちょ、さくらちゃん、待ってよ。さくらちゃんってば。Yeah!
修行の成果は上々ってわけだな。はい、綱手師匠の弟子である私が遅れを取りましたので。わしが師匠じゃからの、当然じゃろう。ですが、中身は全然成長してません。ま、師匠はこいつだからな。このあたりは期待しておらん。ぐ、返し言葉が見つからんの。まあまあ、綱手のばあちゃん、俺を褒めるのはそれぐらいでいいってばよ。お前、耳が腐っているのか。これっぽっちも褒めておらん。そうなの。まあいいや、それより話して。そいつは直接本人から聞くんだな。いいぞ、入れ。失礼します。加賀先生。でかくなったな、ナルト。先生ってば全然変わってねえってばよ。あ、そうだ、カカシ先生にプレゼントがあんだってばよ。ん？何？お前、これは。これってば、イチャイチャシリーズ3年ぶりの最新作。すっげーつまんねえけど、先生好きなんだろ。アホ、あの面白さがガキに分かってたまるかっての。はあ、ナルト、お前ってやつは立派に成長したじゃないか。うるわしい師弟関係はそのぐらいで、そろそろあの話をしてほしいのだ。カカシ先生と鈴取り演習をして、その結果次第で新生カカシ班が誕生すると。昔と違い、今はもう先生でも生徒でもない対等な木の葉の忍びだ。で、この俺と一緒に任務をこなしていけるかをこの演習で確かめる。へへ、上等だってばよ。演習は今から1時間後。じゃあ練習場で待ってるからな。行っちゃった。でもどうして1時間後？今すぐでもいいのに。大方あの本が読みたいのだろうよ。たく、男ってやつは最低ですね。気は油断したが、今度こそ痛い目に遭ってもらうぜ。何よこいつら。ナルト、説明してよね。そこに戻る途中、こいつらとやり合ってさ。つうかおめえら、しつこいぞ。てめえから金を巻き上げるまでつきまとってやれ。あっそう、
じゃあその気がなくなるようにしてあげる。面白い。お嬢ちゃんが言ってくれるぜ。いつまで笑っていられるかしら。ナルト、軽くひねりつぶすわよ。お、どにもない連中だったわね。弱えくすに数さえ揃えりゃ強くなったと勘違いするから始末悪いってば。ほんとね。ところで高橋先生はまだかしら。どうせまた遅刻だってばよ。あんな本あげなきゃよかったぜ。時間通りに来たな。感心感心。今の言葉、そっくりそのままかかし先生にお返しします。でもさ、なんか懐かしいってばよ、ここ。うん、ここはお前たちの最初の演習の場所だったっけな。あの時はサスケもいたっけな。ん、俺が強けりゃサスケを引き止められた。俺が悪いんだ。俺の弱さが悪いんだ。サスケ君、どうして行っちゃったの。私たち仲間。サスケの名前はこいつらには禁句だな。だが感傷に浸らせてやる暇はない。さて始めますか。ルールは前と同じ。どんな手を使ってもいいから俺から鈴を取ればいい。
ただし俺を殺すつもりで来ないと取れないからな。今度はその本読みながらやらないの？もう読み終わっちゃったんですか？まあ今回はなんとなく。俺も少し本気を出さないといけない雰囲気だしな。よし、それじゃスタートだ。なかなかやるね、あいつらも。こりゃ世代交代。しかしあいつらの成長が嬉しくてついはしゃぎすぎたな。今度はあいつらがどう出るか様子を見るか。動き出したか。俺を回復させないとはいい判断だ。来たな。舐められたもんだ。真正面から来るとはな。思い通りに。イタチャタクティクスの最後のオチは、実は主人公が。何？まずい。シャリンの無せで口の動きだけで言葉が分かっちまう。
忍者は裏の裏を読むべしね、先生。やられたね。